トニーの六本木情報局。はい、というわけでございまして、はい、皆さん六本木してますか？六本木サディスティックナイトで情報やトニー役を務めております声優の白石によるです。よろしくお願いいたします。六本木サディスティックナイトには女性キャストがいたら語れない魅力がたっぷりと詰まっています。どんな話なんですか、ね、最初のトークからこれでいいんですかね。すごいですね。もうこれちょっと下喋れみたいな空気、ね、いきなりこうなんでしょうね。トークのハードルがぐっと下がった感じしましたけれども、ね、今回はですね、はい、そんな男性視点から六本木サディスティックナイトの魅力を存分にお伝えしていこうという動画となっております。はい、本日は11月25日に豊洲ピットでのライブが近いということで、はい、無料配信中のボイスドラマ舞台裏に潜む毒画編に登場したあの名物プロデューサー根津慎太郎役飯田俊信さんに来ていただいております。はい、どうも飯田俊信です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初めてですね。いや、僕、白石さん何度か一緒にお仕事したことあるんですよ。あ、本当ですか？すいません、覚えてなくて。全然ない。僕全然ちょこっと出ただけなんで。あ、本当ですか？いや、なんかでもその話、実は今日マネージャーともちょっとしてて、はい、はいはい、どっかで会ったことがあるっていう話を。ただどこかは思い出せないみたいな。いや、俺も本当、いや、会ったこと、いや、今初めましたけど、いや、どこで会ったことあるはずと思って。そうなんですよ、実は。はい、なので僕はあんまり初めましての感覚はないんですけども、はい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 、白石さんにはあるということで。なるほど、いやいやまあね、フレッシュな気持ちで、そうですね、そうそうそう、やっていきたいなと。そんなわけでございまして、はい、本日一発目に語りたいのは、はい、なんといっても、はい、六本木サディスティックナイトとは、はい、一体何ぞや。そうですね、飯田さんはもう結構やり込んでる。そうですね、僕はもう何年も前からやっている感じなので。ただ一回データが飛んでしまって、あら、あれもうできないじゃんみたいになったんですけど、ええ、先ほどそのデータが復旧できるという話しまして。でも復旧したら、はい、その消えてから進めてた、はい、そうなんです、分が消えちゃうんじゃないですか。新しく始めてるやつもあるから、あ、そっちのデータとどっちが上かなって考えた時に、なるほど、前のデータの方が強いんで、はい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 、いや、そりゃ前のデータの方がいいでしょっていうところで、まあ、僕も最近確認役で出させていただくようになって、はい、ちらっとゲームしてみたんですけど、はい、結構思ってたより、はいはい、セクシー向けですよね。セクシー向けですね。特にストーリーが、うん、とにかくセクシー路線じゃないですか。そうなんです。どっちなんだいみたいなところでよく終わるじゃないですか。そう、しかも選択肢が出るときに、はい、無難な選択肢とちょっとこれエロい感じになるよね絶対っていう方向があるじゃないですか。僕迷わずエロい方向で行くんですけど。いや、分かる、それ男はそうなんです。そうですよね、エロい方向で行った時のゲームオーバー率がめちゃめちゃ高いんですよ。僕もこの間体験しましたすごいなんかハーレム感出したっていきなりゲームが終わったから、え、何このゲームと思ってこんなこと言っちゃいけないんですけど、あ、よかったよかった、またリスタートできるんだと思って、あ、よかったなと思いましたけど、ね、はいはいはい、一回終わるんだと思って一回終わるんですよ。バッドエンドで終わっちゃうんで、で、なんだったらその続きのもうバッドエンドでもいいから、ええ、ちょっとエロエロなところ楽しみたいみたいな気持ちがあって、はいはいはい、横島な感情でクリックしたのにその感情も全て裏切られ、世代が多分近いはずなんですけど、はいはい、昔のあのパソコンゲームをやってる時はね、こうエロい方に行ったら、ね、あの話進まなくなって終わりみたいな、そうそうそう、絵は獲得したけどストーリーもう一回やり直してみたいな。そう、あ、楽しむことはできない、妄想の中で、うん、自分で考えてきっとこうだったんじゃないかなって思って、うん、踏み替えて楽しむぐらいしかできないんですけど、うん、でこのストーリーなんですけれども、うん、エロエロ路線とは言ったんですが、うん、日常の中にも割とありそうな空気感なんですよ。はい、確かに確かに。この日常と非日常の溶け込み具合がベストマッチングなんですよね。なるほど。だから知らず知らずのうちにこれ本当に自分に起こってることなんじゃないのっていうような、ああ、そのちょっと没入感というかね、没入感があるんですよ。夜の世界の出来事みたいなことがやっぱりメインになってくるじゃないですか。はいはい、男の夜といえばのストーリーみたいなあれ、そっち行こうとしてます。古い世代ですからね、我々としてはもうイメージとしては。そうですね、恵比寿じゃないんだよみたいな大丈夫かな、使えるのかな僕は割と赤坂見つけじゃないんだよみたいな止まんないじゃん止まんないじゃん僕は割とこの、まあ、夜といったら危険な、はい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 、危ない
六本木の闇みたいな意味で話していこうかなと思ったんですけど、もう白石さんがすぐエロい方向へエロい方向へ行きたがる。いやいやいや、まあまあね、そんなね、今回はですね、なんと、はい、この禁断の極秘情報というのが、え、そんなのあるんですか。そうなんです。2015年に書かれた、はい、六本木サディスティックナイト、はい、最初期の企画書、はい、企画書というものがあるそうでございます。すごくないですか。そうですね、はい、ここでこの穴埋めゲーム六本木コンテンツステートメント、はい、このゲームでは繰り返される日常に飽きてきた大人の男性が劣化が気になる六本木を舞台に自分好みのえいを従えて調子に乗ってて本当にムカつく悪党どもをどん底に突き落とす劣化を味わえますということなんですけども、すごいですね、決まりましたね。ぜひこの、はい、皆さんにこの穴を、はい、穴を埋めてみてほしいんですけれども、そうですね、ちょっとずっぽしハメハメしていきたいなと思うんですけれどもまあも我々のせいじゃないとだけ言いますもんね。そうですね、もうこれ要求の書いてあるから書いてあるから我々やってるだけ、ね、そうですよ、お仕事として忠実に応えてるだけで Yes we can。 そうですよ、大人の男性がはい、まるまるやっぱ 4文字ってことなんですね。漢字なのかひらがななのか。あー確かに多分適当になんか文字数は関係ないんじゃないですか。か合ってる、関係あるんだこれ。ひらがな、漢字、カタカナ、ムラムラ感合ってる。いや絶対違う顔だよあれ絶対違う顔だよ。まあまあ、じゃあムラムラ感が気になる六本木を舞台に、はい、自分好みのまた4文字ですか、趣味思考を従えて、あ、自分好みの趣味思考を従えて調子に乗って本当にムカつく悪党どもをどん底に突き落とす、ここの2文字だ、優越感を味わえます。おー、なるほど。正解はこのゲームでは繰り返される日常に飽きてきた大人の男性がアングラ感が気になる六本木を舞台に自分好みの女の子たちを従えて調子に乗ってて本当にムカつく悪党どもをどん底に突き落とす爽快感を味わえます。なるほど、まあ、爽快感は分かる、はい、爽快感、爽快感合ってますよね。爽快感は、はい、自分好みの女の子たちを従えて、女の子たちを従えるっていう発言は問題があるかと思いますが、やっぱ女の子たちを従えるっていうのは二次元でだけ許されてる夢ですからね。そうですね、現実社会でやったら今時ここら辺ね、結構最近厳いとこありますよ。そんなもう現実にやったらぶっ飛ばされますよ何か経験談っぽい感じがします。いやいやいや、そんなことないそんなことないですよ。そうなりたいという夢だけはいてもね、玄関開けたら女の子がわーって来ないかなって夢だけはいつも見てますけど今のところ25年ぐらいまだ達成できてないです、ね、残念ながらそういう夢はねありましたけども、六本木サディスティックナイト3つのキーポイント紹介しましたけども、はい、これ改めて紹介していきたいと思います。まずは刺激的な非日常体験、うん、まあ、アングラ感ですかね、はい、まあ、実際に六本木に あるかなと思わせて本当だったら大問題ですけど大問題ですね。そうそうそう、まあ、フィクションですからね。そうそうそう、あったら面白いなっていう、あったら面白いなの。そしてその2、いいモテまくるハーレム体験とエロス。ああ、まさにその自分好みの女の子を引き連れて、はい、しかもみんな自分のことを好き好きするって言ってくれるわけですよ。それ最高ですよね。ね、そうそうそう、男の夢です。そして悪いやつをぶっ倒す爽快感、はい、爽快感で意外と主人公はあんまり活躍しないんですよ基本やっぱ主役は女の子たちなので。そうです、やっぱいいとこはね全部女の子が決めてくれる、ね、名目上主役なのに、うん、全然美味しいかっこいいとこがないっていう。なるほど、いやいや、もうほらでもね、こう女の子たちの心の支えになってる。ああ、さすがです。それをプレイを皆さんもすれば、はい、女の子の心の支えに皆さんがなれるという。そうですね、ございます、はい、というわけでございます、はい、六本木サディスティックナイト3つのキーポイント、刺激的な非日常体験、はい、モテまくるハーレム体験とエロス、そして悪いやつをぶっ倒す爽快感という3つでございます、はい、そうですね、はい、ぜひこの3つを味わいたいという方は今すぐ六本木サディスティックナイトをダウンロードして始めてみてください。始めてみてください。というわけでございまして、以上トニーの六本木情報局でした。いいよ、またね、バイバイ。いや、情報盛りだくさんですねチャンネル登録、高評価、
アプリのダウンロードよろしくね。